ロベルトス・ヒルデルは、オランダ・アムステルヘーン出身のサッカー選手。SC ・カンブール所属。ポジションは、MF ・ DF。プロデビューは2006年2月8日のビレム通戦。この年のアヤックス・アムステルダムは、KNVB カップを獲得している。2006から07シーズンの開幕前に行われた、ヨハン・クライフス・スハールに出場し、3から1での勝利に貢献した。 この数週間後に、ヘラクレス・アルメロへ、レンタル遺跡。ほとんどすべての試合に出場するなど、キープレイヤーの一人として、ポジションを確保し、広角圏内からの脱出に尽力した。二千七から零八シーズンにはアヤックスに復帰。しかしながら着任したばかりであったヘ変革店、家庭監督に良い印象を与えることができず、リーグ戦に8試合出場したのみで、またもやヘラクレスに、 レンタル遺跡に出される。このシーズンの終了後、アイアックスから契約更新を行わないことを通知され他のクラブに移籍することとなった。2009から10シーズン、ナック・ブレダに移籍契約内容は2013年6月30日までの4年、契約。2015から16シーズン限りで FC、トゥベンテを退団し、2016年8月29日に、 エールステディビジノ SC カンブールと一年契約を結んだ。2007年、当時、オランダ U-21 代表のほっぺで、ハーン監督から UEFAU-21、欧州選手権2007へ向けて招集される。開催国でもあったオランダは、決勝戦で、セルビア U-21 代表を4から1で、勝利し優勝するとともに、北京オリンピックの出場権を得た。 ありがとうございます。